こんにちは、ねもです。パワプロ2016栄冠9やっていきます。今回は、4年目の秋大会3回戦からかな。行きたいと思います。早速行きましょう。うん、確実に勝って、バッドマスは止まりたいですね。前評判シータ。鬼門だなぁ。どうでしょうね。結構鬼門ですね。うん、これ、全力だな。投げ込み、置いときたい感あるけどな。ま、ハードル使いますか。うん、今度160キロ出そうですね。さあ、行こう。ここは全力。おっと、西島くん。どうした？守備職人までついてんのか。これ。君らマジで主軸だな。外せないぞ。近藤さん。ピッチャーいないぞ、他。こいつ？いや、これは権藤さんで行くしかないです。ピッチャー、きついな、これ。伸ばしとけばよかったっすね、このキャッチャーにしたやつ。これは采配ミスですね、完璧。1年生、ピッチャー、やばいぞ。ちょっとここかなり鬼門ですね。手配ない。よし、ツーベース。うん、4番は頼れますからね。ブルヒーちゃん目。回ってこないかな。お。これきついな。権藤さんが、やるなぁ。お、やらかした。エラー、あれ今、びっくりも出なかったですけどね。味方かな。お、いい。これ、きついなぁ。もう100球近いぞ。オッケー。よし、ショート。いやー、安心するわ、松岡君の守備。うん。打って守れて最高ですね、このショート。うわ、3安打。よし。もうちょっと加点したいっすね。オッケー。これいけるわ。あ、君か。点取ったの。阿部比。エンドランでいけるんじゃないかな、これ。うわ！危ねえ。よし。流し。うわー、三振か。君で三振か。ここはちょっともう、勝負かけていく感じですね。うん。これ当たる気配ない。それもったいないな。ここは点欲しいぞ。落ちたな。オッケー。よし。これはオッケーですね。うん、ただ取れるだけ取っておかないと、かなりきそうな感じもありますね。うん、これ無理だな。うん、こいつは打てないわ。気配がなかったっすね。まるで。うん、気配がしない。お任せにしますか。しゃあない。うん、この左腕がなかなかやりますね。やばい。これ、うわー、どこへ行ったマジで。いやいやいや、これ。まあ、いいか、フォアボールで。お、いいよ。やるなぁ。さすが伸び A。伸び A ですからね。コントロールが低め全く入んないな。OK、サード、ゲッツー。これですよー。勝て直しおばりの堅守の高校。気持ちいいですね、見てて。ちょっと待って。ダメか。エンドランかけりゃよかったな。うん、いいですね。3ついけるな。やらかしたー。うん、完全にセオリー無視でしたけどね、今。ワンアウト、ワンストライクからなんで。やばい。いいか、流し打ちにするか。うわー、ホーム来たかー。君は打てる気配ないんだって。ま、頑張ってみましょう。走れ。スレスレでしたけどね。きつー。本当にきつすぎるぞ。OK。よーし、伸び A が本当に強烈すぎますね。強いぞ。ただちょっと、権藤さんのやる気、めちゃくちゃ気になりますね。思うか。コントロールつかないな。ん、いいよ。ライト。うわー、きつー。これやっぱきついっすね、ピッチャーが。これまずいぞ。とりあえず、一個ずつでいい。さあ、なんで前進守備なんだ。うわー、やらかしたやばい。一個ずつだって。いやー、バテてしまいましたね。これマジか。うん。よし、セカンド。1個。よしよし。まずは1個。うわぁ、これ。これなんか怪しい雰囲気あるな。うわぁ、きつ。そしてなぜ4番を変えた？マジですか。フォアボールでもいい。オッケー、セカンド。ナイス。やっぱ特能伸び A ね。に頼っていくしかないですね。これ、うわ、いやー、きっつ。え、なんなのこの小西って。こいつだったっけ？こいつかさ、いいのか。ちょっとなんかもう、不安になってきたぞ。うん。これ難しいな。C、D。盗塁は D。スコア、野手データ。F、いけるな。さ、仕掛けましょう。よし。で、流し打ちかな。確実に1点欲しいですね。よし。あ、ワンアウトでしたね。OK。まあまあまあ、ここで、しっかりと、松岡君に、なんとかしてもらいましょう。うわー、抜けない。きつ。さあ。うわ、これきつ。いけるのか？スタミナ上げるのないな。いや、これは、うわ、究極の選択だな。まあ、いっか、これ。虎穴にいらずんばですね。やるしかない。ちょ。怪しい。こいつにかけたもん。よし、セカンドナイス。うわ、緊張する。いいよ。最後。うわ、ちょっとまだいじれないな。オッケー。頑張ってる。めっちゃ頑張ってる。これいけるな。ファーストは変えていいかな。ちょっとまだ安心はできないので、あれですけど。うん。ただまあ、駒が5なのでいけるとは思います。これきついな。まさかここまできつくなるとは思わなかったですね。いかに権藤さんに頼ってたかがわかる。そして稲尾に。稲尾帰ってきて。よし。OK、初投。いやー、なんとかですね。いや、もう C 以上出てきたらこれちょっと勝てないかもな。よし。勝利。うん。いやー、そこじゃない。それじゃないか、半端なかったっすね。走り込み。キャッチャー、お願いします。キャッチャー。いない。しかも全員2年生か。うん、松岡君やばいな。西島の打力を上げますか。広角打法かな。。厳しいか。きつい練習だったか。C。練習休んだ方がいいのかな。ああ、休んだ方がいいっすね。さあ、行きましょう。よし、勝ちましょう。うん、打ち気が揃ってる。陰気なチームになってきた。わ、ちょっ。マジか。全然やる気ないぞ、みんな。うわー、これ、厳しい戦いになりそうだな。うん、こういう時にお褒めの言葉で褒めまくれるといいんですけどね。ただもうチーム全体がなんか陰気な感じになっちゃってますね。行きましょう。そんなことを言っててもしゃあないです。うわ、強そう。なんか強そうな雰囲気ある。色が強そうですね。きつい。こいつ指定選手か。これは厳しい戦いになりそうだな。頼む。もうバントした方がいいんじゃないか。うわー、抜けない。まずい。ゲッツー最悪。おー。ただ、2点取ってくれたんだよな。よし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 。これ、きついなー。よし、これは、いったでしょう。よしよし、ナイス、ツーベース。そうか、君が頑張ってたのか。やばい。雰囲気まるでないな。抜けないな。しゃあない。まあ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 、オッケーオッケー。やっぱ頼りはお前か。いやー、きつい。やらかせ。いやー、厳しい。まだ1点差だ。よし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 。いいよ。ゴンちゃん。ゴンちゃん行こうぜ。もう行こうぜ。思考を研ぎ澄ませていこう。さすがすぎる。エースたちやるな。稲尾といい。ナイス。素晴らしいです。よくその調子で打った。ちょっともうなんとかしてくれ。惜しいな。そこそこないい当たりはしてますね。よし、大事なところで。頼む、ここ大事だわ。うわー、惜しいなー。いい当たりでしたね。抜けろ。うわー、うまい。さすがに決勝の相手だけあるな。よし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 。これ、いけてないかな ?F。村井くんは交代できないだろう。相手 C。強い相手のキャッチャー。落ちたろ。ファウルですね。ナイス。マジでうまっ。これはやられましたね。うまい。まだ全く安心できないじゃん。球数はかなりいい感じですね。増やされそう、ここで。そんなことはない。球速上げるとかなり三振取れそうな雰囲気ありますね。気のせいかもしれないですけど。OK、セカンド。いいよ。よし。さあ、行こう。3点差なんで、ちょっと、褒めまくれ。はい。盛り上げて、これで行きましょう。まあ、大丈夫でしょう、おそらく。入ってないか。うわー。ちょっと権藤さん、それはいただけんよ。いや。うわ、やべえ。うわー、きつー。いやー、1点取られましたね。これ、やばい。全然笑えない。いや、それは全然笑えません。これきつ。もう逆転のランナーまで出てるぞ。うわ、マジで。これちょっとなんか嫌な雰囲気出てるな。うわー、まずい。非常にまずいですね。うわ、きつ。マジか。セカン。うわー、取れないか。まずい。逆転された。うわ、きつ。まさかでしたね。セカン。2個。よし。マジか。これは。うわうわうわ、ボコボコだな。厳しい。非常に厳しいと言わざるを得ないですね。あ、いや、入んない。入る気配がない。よし。ここはもう、ゴンドウでねじ込むしかないですね。恐ろしいや。取れない。いや、ここはエースの意地で、打ち取ってもらうしかない。よし。嘘でしょ？松岡くん。これ出るときは勝てないな。うわぁ、マジだ。5点か。きついな。さーて、どうしましょうかね。もう奥山くんにスイッチしてもいい気はするな。いや、これ、きついな。2点か。まさかの展開でしたね。よし、お祭り男引いた。うん、調子はマックスですね。抜け、ない。抜けろ。よし。きつい。ここからほう。頼むからゲッツーはやめて。よし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 。やった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 。走れ。いいよ。小西くん。ちょっとチャンスを広げてください。ミート対応かな。うぐぐぐぐ。おーっと、危ねえ。一瞬で潰されるとこだった。強振じゃいかんか。まずい。気配ない。なんでこんな気配ないんだ。抜けろ。よし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 。やった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 。頼む。頼む。こいつ何なんだよ。どこ行っちゃったんだよ、4番は。困ったな、これ。もう一回かける必要もないから、引っ張るか。お、うわぁ。ぬか喜び。まずい。よし、落ちた。よーし。いいぞ。ゲッツーなくなった。サヨナラのチャンス。よし、決めろ。決めろ。阿部比からの。まあ、しゃあないっすね。ってどっかで見たわ。うわー、それは、それはないっす。それはないっすよ。決めろ。もう決めないとピッチャーきつい。ちょっと、フローゼン。うわー、きつー。これは。首の皮一枚つなげましたけど。お、ピッチャーやるじゃん。ちょっと、マジで。決めさせてください。うん。かなりいいバッターになったはず。ヒットエンドラン行くか？一個待ち。勝負かけてみますか。よし！抜けたろ。3つ。はい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 。バッチリハマりましたね。ヒットエンドランまさに鮮やか。これいけたろ、さすがに。決めろ。フォアボールか？うわー、うわー、うおーやらかしましたね。勝ったー。うわー、これはちょっと本気で負けたと思いましたね、今回は。いや、かわいそう。最終回5点取って逆転して、それを逆転されていくっていう。うわー。なんとかいけましたね。勝てました。劇的な逆転勝利です。これで甲子園いけますね。いやー、ものすごいいい試合でしたね。僕も本当に盛り上がってしまいました、一人で。はい。ふぅ、これで春の甲子園は間違いなく大丈夫でしょう。今回はここで切りたいと思います。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また Twitter のアカウント名と直リンクをコメント欄に書いておきますので、もしフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。